どうも、コロネケンの塚田です。渋谷です。はい、というわけで今回のテーマはですね、みんな大好き粉もん料理ということでね、 お店をご紹介したいと思うんですけど、現在ですね、気温がマイナス14度。正直もう機材も動くかどうか、そして我々の体も持つかどうか、手がねやばいです、はい、粉もん料理を紹介できるのか、それとも我々が果てるのが先か、はい、そういうような映像になってくるかもしれませんが、伝わりにくいけどね、なかなか寒いですよ、はい、これ、頑張ってリポートしたいと思いますので、よろしくお願いします。お願いします。みんな大好き粉もん料理ということで、僕らコロネケンが訪れたのは札幌市中央区二条市場のすぐ近くにお店を構えるうつぼ二条店さんでございます。こちらのビルは飲食店がたくさん入っておりまして、お店は2階にございます。果たしてどんな粉もん料理が登場するのでしょうか。いや、外観もなんかおしゃれな感じで、いや粉もん料理ってテーマなんですけど、今のところ全く想像がつかないですね。え、本当？いやー、どんなお店なのかなっていうまだ分かってない。マークもね、爆弾の形が書いてありますし。そっかそっか、爆弾に見えて、文字とかは見えてないってことだよね。じゃあね、かわいいデザインの、ああ、いや、なるほど、はい、なんだろうなぁわ、おしゃれな店内ですよ。キラキラしてて、ありがとうございます。お邪魔します。素敵なお店でございます。女の子とデートできちゃってもいいんじゃないかな。さあ、というわけで店長さんです。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。にこやかな感じの方で、ね、爽やかフレッシュ男子でございますよ、非常に好感度が高い素敵な店長さんでございますけども、ズバリこちらのお店は何のお店なのか。じゃあ、たこ焼きバー。あ、たこ焼きバーということで、いや、ちょっとね、ジューというね、鉄板の音も少し聞こえてるぐらいな感じなんですけれども、うん、これじゃあ、いつオープンされたの。2019年の11月。あ、じゃあ割とオープンしてまだ3年ぐらいな。今4年目、はい、なるほど。じゃあ、ね、店内もね、今時というか、ね、可愛らしい、なんかバルのようなね。確かにイタリアンバルのような、そんな感じの雰囲気でございますけれども、結構二条店っていうふうに書いてあったんですけど、はい、他にも店舗あるんですか。そうですね、本店が北24条の方にあります。なるほど、その分店というか姉妹店というか、そんな感じなんですね。わあ、素晴らしい。このビルもね、おしゃれなビルですし、ね、もおしゃれでございますけど、たこ焼きバーなんですね。お酒飲みながらたこ焼き食べる店。そうです。これはもう粉もん料理にはぴったりでございます。たまりませんね。このおすすめはじゃあやっぱりたこ焼きです。そうです。じゃあ早速ですね、そちらのたこ焼き一つお願いいたします、はい、さあ、というわけで、焼けたそうなので持ってきていただきましょう。お願いします。お待たせしました、定番ソースです。はい、うわー、最高。 This is たこ焼きだ。うわー、これこれって感じですね。じゃあいただきます。お熱いのでお気をつけてください。はい、うわー、超美味しそうです。いただきます。うん、うまっ、おいしい。うん、とろとろ系ですね。なるほど、たこ焼きもね、いろんな種類ありますけれども、もう関西風といいますか、とろとろ系でございます。お出汁の味も効いてまして、そこにねちょっと酸味のあるソース、これがクッと味を引き締めて、マヨネーズのまろやかさ、これぞたこ焼き、最高のたこ焼きです。美味しいです。3個入りでも頼める。そうなんですよね、うち3個か6個で。珍しいっすよね、3個頼めるって。やっぱりお酒のおつまみにみたいな。そうですね、結構2軒目3軒目でお腹いっぱいの方もいらっしゃるので、そこに合わせて少ない数でもっていう感じで。なるほど、はい、もうだからいろんな味もあるし、なんならお腹減ってる人は3個のいろんな味を頼んでもいいってことですね、はい、これは使い勝手いいですよ。女の子でもね、ちょっと小腹空いた時にたこ焼き3つだけでいいですし。じゃあ渋谷も定番ソース味いただきます。ああ、本当だ、ふわ、
うまーい。ちょっと何言ってるかほとんど聞き取れなかった。うまいよ。うまいですか。うわー、なんかさ、やっぱあ外カリ系とさ、このふわ系あるじゃないですか。でなんかこれなんか昔ながらのマジでうまいたこ焼きですよ。なんか一瞬ちょっとカレー味みたいな一瞬するんですけど、ソースですかね。ソース関西から取り寄せてるので、ちょっとこっちにはない味かな。カレーではないってことです。スパイスの香りってことですね。なるほど、はい、うわめっちゃうまいわ。渋谷さん、スパイスの香りです。いや訂正しないでください。言われたんでもう分かってる。カレーって言い出した瞬間本当に僕手震えました。怖くて。よかったです。ソースっていうのでかすっててよかったです。よかったです。危ないとこでした。うまいわ。でも本当、というわけでね、ちょっと味の種類がものすごいたくさんあるんで、はい、確かに。ちょっと店長さんのおすすめのフレーバーをいただけたらなと思うんですけれども。おすすめ、なめたけバター。なめたけバター、うわー、うー、絶対絶対デブ好きじゃん。上になめたけが乗って、さらにその上にバターを溶かしてあるってことですね。そうです。最高じゃないですか。これはもうマジで嬉しいっす。もうバター乗っけてんすよ、もう間違いないです。バターっつって笑っちゃってんじゃん、嬉しすぎて。いただきます。こう溶けてね、バターのいい香りがしますね。いただきます。うん、おいしいし、全然食べたことない味。うまい。たこ焼きと全然顔色変わりますね。そうですね、すごい。なめたけのとろっとしたきのこの甘いおいしさに、さらにバターのあの濃厚な旨味、そして最後に塩がちょっと振ってあるんですね。塩味を足すことによってたこ焼き本来のお出汁の味も楽しめるっていう、これは斬新ですね。僕もなめたけバター味いただきたいと思います。うわー、なめたけ、うまい。もうさ、匂いもいいからさ、この口入れる前からうまいの分かってたもん。合うんだね、なめたけね。はい、合います。バターね、バーナーやってましたもんね、さっきね。香ばしさもたまりませんね。うん、ビールください。ビール、いや作っちゃうよ、お兄さん、いい人だから。出します、全然出す。マジでうめえわ。なめたけバター、ぜひ食べてください。ぜいって言ったけど、すごい変な噛み方されてました今。さあ、というわけでごちそうさまでした。美味しかったです。美味しかった。超ね、味のバリエーションあるんで、うん、毎日来ても日替わりで楽しめるくらいな。ずっと飽き来ないよ。いや、お店は何時まで開いてるんですか。お店2時か3時ぐらいで、お客さんいてくれたらそのままずっとやってる。すごい、さすがバーです ね。遅くまで空いてるということで、行きやすいお店だと思います。もしね、あの席数もあの限られてるので、もしいらっしゃる際はですね、インスタグラムにダイレクトメッセージとか、あと電話いただければご対応していただけるということなので、はい、ぜひ皆さん来てみてください。というわけで最高のお店でした。ごちそうさまでした。ありがとうございます。